アルファロメオの7号っていう車です。7号4気筒なのにスパークプラグが8つあるんです。これツインスパークってやつですか？ツインスパークってやつですね。ミッション後ろなんですよ、この車。え？トランスアクスルって言ってレーシングカーじゃないですか。フロントのパワーウィンドウのスイッチはどこでしょうっていう。車の話出張坂戸店のコーナーです。始めまして。あ、どうも、初めまして。初めまして、はい、はい、というわけでですね、車の話出張坂戸店のコーナーもですね、盛り上がってまいりました。新しい仲間が加わりました。自己紹介をよろしくお願いします。はい、月島桃です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、やってきましたね、ついに。やってきちゃいましたよ、ついに、はい、月島さんね、あの全日本ラリーね、はい、コドライバーやってますもんね。はい、そうです、コドライバーもやってるんですけど、はい、やっぱり車が大好きなので。車大好き、はい、ちょっとこのコーナーですね、はいはい、山坂くんから奪うぐらいの気持ちでやっていこうかなと。取らせませんよ。ダメかダメか、さすがに。はい、というわけでね、はい、今回はですね、2人でお届けしていくわけなんですけれども、今日はですね、久保凛太郎選手が開催しているラン&リクルート壮行会の方にやってきてるんですが、テリー土屋の車の話の収録も行われているということで、はい、今ですね、後ろではですね、なんかすごい大きい車が走ってるんですよ。はい、トライトンが、はい、トライトンが走ってたりとか、走ってますね。さらにもっと大きい車がサーキット走ってるっていうね、なかなかね、すごいね、絵が撮れてると思うので、はい、そちらはですね、ぜひね、YouTube の方今ね、多分ここに載ってると思うので、うんうん、ぜひ見ていただいてと、はい、いうことで、我々はですね、はい、今回このね、壮行会に、うんうん、参加している方の愛車をね、取ろうじゃないかと。あ、そうですね、はい、で今回はそうリクルートっていうことで、はい、たくさんの学生さんが参加してるんですよね。そう、今回ね、学生がめちゃくちゃ多いらしくて、うん、はい、なので、はい、そんなね、学生の愛車をご紹介したいんですけど、まず、うん、オーナーの方にね、登場いただきましょうか。永田さんです。はい、はい、どうぞ真ん中へ。こんにちは、早稲田大学4年の永田と申します。お願いします。永田さんは部活動とかもやられてるんですか？自動車部もあるんですけど、自分はどっちかというと車作りの方に結構興味があったので、僕は学生フォーミュラーをやってます。学生フォーミュラーというわけで、今回ね、この永田さんの愛車、はい、吉島さん見てください、これ。はい、いや、めちゃくちゃ可愛い。これ私今回初めて見るアルファロメオなんですけど、はい、うちもこれ、車種名でいうとアルファロメオの7号っていう車です。7号。これは何年式？92年です。92年。待って、我々よりも年上。うちより年上。もうおじいちゃんからです、ね。すごい。ご自身でご購入された車で、実は父親が10年ぐらい前かなにこれを買ってきて、はい、その後4年ぐらい乗った後に乗り換えようかなって話を僕にしてきたんですよ、はい、で、免許取った後乗るんだったら取っとくぞって言われて、じゃあお願いしますって言って、はい、もう倉庫借りて取っといてもらって、はい、で免許を取って1台最初別の車を買って練習してる間に、これを路上復帰に向けて整備をして復活して、自分が今乗ってるっていう形です。じゃあね、車の方も見ていきたいと、はい、我々ね、初めて見る車ですからね。はい、初めて見てます、はい、ちょっとぜひね、お気に入りのポイントとか、まあ、スペックなんかもね、ぜひ聞いていきたいんですけど、はい、今時見ると結構ちっちゃいサイズなので、すごい運転がしやすくて、5ナンバーサイズでエンジンが2リッターの4気筒、でこの後の時期からアルファロメオはほとんど全部 FF になっちゃうんですけど、この方は一応当時最後の FR っていう風に言われてた方で、はい、エンジンルーム見ていきたいと思います。そっか、 FR なんだこれ。4気筒なのにスパークプラグが8つあるんです。これツインスパークってやつですか？ツインスパークってやつですね。1気筒あたりにこうプラグがついてて、初めて見た。あとメカ的にこの車が一番面白いのは、FR で要はエンジンが前にあって後ろのタイヤを駆動するんだけど、ミッション後ろなんですよ、この車。トランスアクスルって言って、レーシングカーじゃないですか。 LFA、レクサスの LFA とか、ああいうのと同じで、ミッション後ろなんです。マジっすか。なのでプロペラシャフトがエンジンの回転と同じスピードで回るんですよ。無理のある作りをしてるなって思うんですけど、エンジンがあってプロペラシャフトがあってミッションがあってデフがあるじゃないですか。で、リアのブレーキがタイヤのところになくて、ディフの脇についてるんですよ。インボードディスクって言うんですけど、もうでそれでバネした重量を軽くしようみたいな、いや普通のセダンにやる金のかけ方じゃねえだろっていうことをすごいやってる車っていうのが嬉しいですか。じゃあ本当にそうなんですよ。すごい。ちょっとね、内装もねちょっと気になるんですけど、うんうんうん、あ、ちょっと待ってください。今待って、今どこをしました？ここは引くんじゃなくて、
押す、ここを押すんですよ。へえ。でもさ、年式の割にすんなり開いてびっくりしちゃった。シンプル。そうですね、意外といらないものついてないんで、うん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 、で面白いところとしては、うん、座っていただいていいですか。ちょっと失礼して。何、まず面白いポイント一つ目が、はい、右側になんか四角いの見えませんか。手元、それがサイドブレーキです。え、これがサイドブレーキ。これを握っていただいて下ろすと下ります。お、でガッて引くとまた。え、何これ飛行機みたいな。フロントのパワーウィンドウのスイッチはどこでしょうっていう。確かにパッと見たらないな。でもイタリア車だから多分す、これか。正解です。嘘。こんなとこについてる車、はい、世界中探してもないんじゃないのこれ。チェックランプ系がさ、全部真ん中のパネルにさ、確かに。でしかも若干ドライバー側にさ、パネルオフセットしてんのよ、うん、昔のスープラとか FD みたいな感じで、ちょっとコックピット感を思わせる、なんかそこの微妙なオフセットがめっちゃかっこいいなと思った、はい、これ音なんか聞かせてもらえたりしないですか。ちょっとね、ツインスパークって普通の4気筒となんか違う系統の音かもしれないですよね。改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。マフラーが、センターが閉めて、あ、いい音。これマフラーの位置がまずさ、あ、そうです、見て、ほぼ真ん中から、ほぼセンターなの。本当だ。でも若干左に寄ってる。若干オフセットしてるんですね。そうなんですよね。もうマフラー音はなんかその8本スパークがありますみたいなのは、主張はしないです。全然わかんないし、なんか大人な音、普通に。そうですね、ジェントル。うん、え、ちょっとエンジンルーム、エンジンルーム、エンジンルーム行こうよ。静かじゃない？うん、静かね。なんか大人しめ、なんかね、もっとスポーティーなイメージがね、うん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 、話だけ聞いてるとあったんですけど、まあ、でもやっぱ年式的にちょっとね、オイルとかやっぱ滲んじゃいますよね。ちょっと滲みますね。あとパワーステが今ちょっと調子悪くて、はいはいはい、走ってる途中で重せになる瞬間があって、それだけちょっと怖いですけど、はい、まあちょこちょこフルード足しながら、はい、どうにか乗ってる感じです。でもさ、ミッション後ろってことは、でも座っていただくと分かるんですけど、はい、本当にソファーです。じゃあソファーだって言うんで、ちょっと座ってみてください。いい？すいません、お邪魔します。あの、友達とこれで旅行に行ったりとかってよくあるんですけど、絶対寝るんですよ、みんな。やばいやばい。え、まず何にびっくりするかって、ソファーみたいに本当にお尻が沈む。で、しかも背もたれがさ、固定なのに、うん、急じゃない。見て、この感じ。これはいい乗り心地です。いいですね、これはいいです、はい、素晴らしい。いいポイントめちゃくちゃあるじゃないですか。そうなんですよ。すごいよこれ。パッと見地味なんですけど、うん、はい、というわけでね、今回ね、永田さんのアルファの7号をご紹介させていただいたわけなんですけど、はい、これね、走りたくなる車ですね。そう、ちょっとね、乗ってみたいと思った。なんかロマンしかない内容が詰まってますよね、うんうん、本当にそうですね。あの、見た目よりも意外とメカに凝ってて、かつ快適さが全く損なわれてないっていうのが、すごく自分の中で使いやすいっていうふうに思います。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで永田さんのアルファロメオをご説明させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。将来的には、あの、矢作のオリジナルの何かできないかなと。いや、いいですよ。例えば、オリジナルの何を作るってですか。なんか、まあ、車のパーツであるとか。これ、まあ、復刻版もそうですよね、オリジナルパーツとして。これはこちらは矢作三条さんって言って、超有名ですよ、ね、はい、トヨタの、ティア1の工場になるんですよ。試作車ボディだけを作られてる工場です。マジ、はい、なので今、あの、ルーキーレーシングがスーパー耐久で走ってる GR86 のストラットとかは全部矢作さんでマジリメイクされてます。ですよね、はい、そうですよね。へあ、一応これ製造業物を作ることだけは結構70年ちょっとやってきたんですけど、はい、会社どっちでやるんですか。愛知県の豊田市。あ、じゃあ豊田の関連の仕事が多いんですか。あ、そうですね。矢作さんに入りたいという、はい、例えば学生さんは入るとどういう仕事を、はい、実際やるとしたらですね、はい、こういったものを作るための
準備があるんですね、うん、あの組み立てるためのジグだとか、うん、型だとかそういう、まあ、設計をやったりとか、まあ、実際製造現場に入ったりとかいうところですね。本当にものづくり の、うん、あの現場でやっております。なんか未来の車を作るわけですからね。そうです、うん、ちょっとまあちょっと先の未来を、ね、自動車メーカーさんから受託してものを作ったんですけど、まあ、次の世代として我々オリジナルものを作りたいと思って、でこれ実は S30 のドアの復刻版なんですよ。だけどアルミのところにアルミにしました。同じあるならアルミでいこう。いや軽いんだよね。ありますか。いや軽い軽い。で同じ黒板作るのアルミでやって、でアルミにするときに単純にあのまあ要はコピーをするだけじゃダメなんですね。作り方があるので。はい。これは我々で若干デザインしたものとか、センチュリーの SUV とかの試作をやられて、将来的にはあの萩のオリジナルの何かできないかなと。いやいいですよ。例えばオリジナルの何を作る予定ですか。なんかまあ。車のパーツであるとか、これまあ復刻版もそうですよね、オリジナルパーツとして。最終的には、まあ、三岡さんみたいなのに並べればいいかなっていうのが、今回まあ車、こうやって好きな方が、やっぱり好きじゃないと思うんですよね。いや、これもいいね。なので来ていただいて、それでちょっとリクルート活動に参加させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。お知らせがあります。この度、アヘッドモーターサービスでは、新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めてあの提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひあのうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、あの、はい、本当にね、あの AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、あのテリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもね、あのたくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、あの振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、あの板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、あの塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでねやっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですねチャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか。はい、中古車買取本舗、車買取専門店。高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取本舗で検索。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。